スタジアム素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はエスタディオベニートビジャマリンです。実況は私西岡明彦、解説には元日本代表として活躍されました福西崇史さんです。ブラックキャッツがシティと対戦します。チームは開幕戦を引き分けで終え、今シーズンはまずまずのスタートを切りました。まだ本来の力を発揮できていない印象がありますね。いつまでもこのままということはないので、そろそろ本領。先制です。試合序盤に相手をリードしました。あの状況でよくシュートまで持ち込みました。いやー素晴らしいゴールですね。まさに個人技で守備を切り裂いた感じです。ブラックキャッツのリードで試合再開です。味方の位置を確認する。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。パスカット、レフェリーやプレーオンも指示、アドバンテージを取りました。ブラックキャッツがサイドのスペースを使ってきます。リード、シュートを通さない。おっとインターセプトです。通りません。深くえぐってからのクロスです。再びシュートチャンスになるか。決まった。これで2ゴール目。この選手はノリに乗っています。うまく読んだインターセプト、相手を抜いてきた。パスどうだ。あっと危ないところでしたがブロックしました。自陣内でプレッシャーにさらされています。ここはナイスタックル、タッチラインにクリアしました。このスローインはまっすぐ相手に。どうしたんでしょうか。味方を使うでしょうか。ブラックキャッツ、ここでボールロスト。今日の試合はアンダルシア州セビリアのエスタディオベニートビジャマリンで行われています。レアルベティスが本拠地としているスタジアムですね。フラッグが上がっています。オフサイドです。メッシ、ドリブルで進んでいます。惜しい場面でしたが相手のディフェンスに阻まれました。パスをカットします。シティがサイドから攻撃、スペースがあります。ファーポストにクロスを入れた。狙いは良かったもののキーパーにキャッチされています。ボールは相手のものになります。チャンスだ。これはちょっとやってしまったか。シュートは大きく外れていきました。前に押し出します。この位置からチェックされています。ボールは外に出ました。スローインです。打ちに行く。ブロックしました。
見事なスルーパス、期待の持てる展開にも見えましたが、ここまで。攻守が入れ替わります。いいところでインターセプトしました。このシュートにはキーパーが飛びついて反応しました。コーナーキックを蹴った。ゴールゴール。これで3点差。何点取る気なんでしょうか。ここまでのところ試合は一方的な展開になっています。相手が触ったボールはスローインになります。フェライニ、危ない場面もクリアで防いでいます。ボールポゼッションは相手チームに。ここでインターセプト。いいところを見ていました。中に入れたいところです。クリアしてピンチをしのぎます。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。このシュートはキーパーが難なくセーブします。副審がオフサイドを取りましたね。もう一歩待てなかったのかという感じですが、チャンスだと思って飛び出してしまったんでしょう。さあセットプレーのチャンスです。コーナーから中へ。キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。中に入れた。決まった。これは見事なボレーシュート。前半終了です。スコアは3対1。リードは2点ですが、まだまだ分かりません。さあブラックキャッツがリードしたまま後半戦の開始です。ここは行かせない。タックルで止めます。ブラックキャッツがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか。ここでうまく対処します。フライン。すぐにパスを返しました。サイドを切り裂いた。
さあ次はどうする。おっとインターセプトしました。決まれば1点差。キーパーのダイビングセーブ、これはすごい。いやーファインプレーですね。中を狙うか。ヘディングは枠に行きません。このパスはわずかに味方と合いません。相手のスローインになります。ボールを失った。味方にパスを出します。何を狙うのか。ここはレフリーがアドバンテージを見ています。ちょっとクリアが小さいか。これは危ないですよ。タックルで危機を出しました。ライン際でボールに追いつきました。おっとここでパスカット。ここはクリアしました。ポゼッションを取り返す。ファーの選手へのクロスです。中途半端なクリアです。攻撃を断ち切れていません。ドリブルで侵入していきます。可能性もありましたが攻撃は実を結びません。相手ボールになっています。相手チームがボールを持ちます。このパスはわずかにタイミング合わなかったようです。相手ボールのスローインです。このパスはカットされました。クロスで狙える位置です。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。決定機にもなりかねないパスはディフェン決まった。ゴール。あれだけ開いた点差もこれでついに1点差です。自陣のゴールに近い位置ですからボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すかクリアすべきでした。決定機になりかねないパスでしたがカットしました。ここでかわしました。リード狙っていった。このシュートはディフェンスがブロックしています。危ない場面でしたがタックルで守ります。ボールを取り戻しました。ここは激しいプレスを見せます。相手が触ったボールはスローインになります。相手に当たりスローインです。これはよく追いつきました。ここからチャンスを伺います。パスをカット。攻守が入れ替わります。フライに一旦クリアしましたね。味方の選手が寄ってきました。一旦クリアして危機を出しました。
素晴らしい読みでインターセプトしました。フェライニ、シティサイドのスペースを使います。さあクロスか、キーパーがこれを止めた。この時間での同点弾を防いだのは大きかったですね。ゴール前に入れた、キーパーがセーブ、同点弾も許しません。勝つのと引き分けるのとでは大違いです。あと誰か反応しているか、バーの上に弾き出す、同点ゴールの期待がかかります。ボールはエリアへ、このチャンスは生かせません。試合はゴールキックで再開されます。試合を止めていた分アディショナルタイムが2分追加されます。低いパスはわずかに味方と合いませんでしたね。相手のスローインになります。残り時間を考えると最後のチャンスでしょう。同点に追いつけるか、このパスは相手に出したような形になってしまいました。ここでホイッスル、ホームチームの見事な勝利です。なんとか接戦。
今日のエスタディオベニートビジャマリンはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡貴彦、解説席には確かなサッカー感が光る福西崇史さんをお迎えしました。福西さん、サポーターのボルテージも高まっています。今日も激戦になりそうです。チームは開幕戦を引き分けで終え、今シーズンはまずまずのスタートを切りました。まだ本来の力を発揮できていない印象がありますね。見事なセーブです。難しいヘディングシュートを止めました。これはスーパーセーブですね。高い位置でボールを取った。素晴らしいボールだ。ボールがピッチの外へ出ました。レフェリーがコーナーキックを指示しています。中に入れた。キーパーがコーナーキックをうまく処理しました。ドリブルでボールを前へ。メッシ決まった。試合の序盤に先制ゴールが決まりました。何度見ても見事なゴールですね。ディフェンダーもついていましたが、対応も見事。判断の良さが光りますね。ブラックキャッツのリードで試合再開です。折り返せるか。入った。オウンゴールです。これは悔しい。佐藤、これは読んでいたか。インターセプトしました。危険な位置です。緊張感が増してきます。決定機になりかねないパスでしたがカットしました。メッシサイドを切り裂いた。さあ次はどうする。ここでボールを取り返しました。近距離からの強烈なシュートでしたがゴールの枠に阻まれました。ちょっと精度を欠いていましたね。流し込むだけでも良かったんじゃないでしょうか。なんとか追いつきましたね。サイドチェンジしました。ロブパスで裏を狙います。いいボールを入れてきましたがここはクリア。クロスを狙いそうですが深くえぐってマイナスに出す。これはナイスブロック。ピンチをしのぎます。ここでパスカット。チャンスにできるか。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。これは絶妙なスルーパス。通ればチャンスという場面でしたがオフサイドです。走り出すのが早すぎましたね。ここはタイミングが合いませんでした。ドリブルで進みます。うまく攻めていたように見えたんですがディフェンスに攻撃を止められました。フリーの選手を狙ったクロス。シュートを打てるか。見事なブロックです。狙ってましたか。カットします。打ってきたぞ。このシュートはブロックされました。リード、じっくりとパスを回しています。
ゴールをこじ開け均衡を破りたいところ、前方に運びました。中にスペースがあります。このボールは重要です。スローインが与えられます。メッシ、上げさせません。ディフェンダーがうまく読んでいました。ディフェンスに奪われません。マイヤー、トーニー、味方がサポートに来ます。これはイージーなボール、キーパー落ち着いて処理します。うまくボールを守っています。これは強烈なタックル。ディフェンスが冷静に処理します。ブラックキャッツ、ここでボールロスト。さあスタジアムのテンションが上がります。このパスはわずかにタイミング合わなかったようです。相手ボールのスローインです。メッシ、中断していた分の1分がアディショナルタイムに加えられます。さあどうする、距離はありますが、ここは狙った、決まった、ゴール、ゴール。かなり距離がありましたが狙ってきました。このロングシュートですが、思い切りよく打ちましたね。キーパーがポジションを外した瞬間を見逃しませんでした。それにしても大したものです。前半が終了しました。スコアは2対1、1点のリードでハーフタイムを迎えます。この試合はエスタディオベニートビジャマリンからお送りしています。後半の開始です。危ない位置でしたがタックルでチームを救います。絶妙なパス、何かしてきそうですが、このパスはまっすぐ相手に渡ります。メッシ、佐藤、ここは激しく行きました。主審は警告を出すでしょうか。素早く再開しました。シュートを通さない、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。攻撃に移りたい。ここはカウンターアタックを狙うか。相手のカウンター、ディフェンダーが必死に戻ります。狙える位置です。ここはディフェンスが対応します。ジェラード、
タックルが決まってボールを奪取しました。ブラックキャッツがアタッキングサードに攻め込んでいきます。先走りすぎましたね。攻撃はカットされ相手ボールになりました。タックルでプレーを切りました。相手ボールのスローインです。ボールは相手に当たってピッチの外へ。コーナーキックです。中を狙うか。ディフェンスがクリアしました。競り合いに強いですね。ボールをキープしています。パスをカットします。ここはクロスでしょうか。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。タッチラインを割りスローインです。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。ディフェンスを抜いた。相手にボールが渡りました。中にスペースがあります。マイナスのクロス、ボレーが決まった。見事なゴールです。ボールは相手チームに。ショートパスをつなぎます。どこから攻めるでしょうか。ここまでのポゼッションはブラックキャッツが上回っています。要所をきちんと抑えていることがこの結果につながっているんでしょう。この後も得点シーンを期待できそうです。中に入れてくるか。タックルでプレーを切りました。コーナーキックです。エリア内へ向かうか。一旦クリアしましたね。ブラックキャッツがサイドのスペースを使ってきます。中央へ入る前にカットされました。さあ折り返せるか。このボールはコーナーキックになりました。コーナーからエリア内へ。ここはクリアされました。さあ自ら持ち込んでいく。ディフェンスが素早く対処しました。相手が寄せてきました。高い位置から折り返した。ボールはラインを割りました。ポストに当たったようです。うまく読んでいましたね。リード、高いパスで裏を狙います。通ればチャンスだ。キーパーが構えた手にシュートが飛び込みました。しっかりキープします。敵陣へボールを運ぶ。頭越しにパスを送ります。メッシ、ディフェンダーがうまく読んでいました。おっと抜いてきました。相手に当たりコーナーキックが与えられます。危ない位置でしたがタックルでチームを救います。ここでカット。
相手が触ったボールはスローインになります。レフェリーは流しています。このようなプレーは避けたい。カードが出てもおかしくありません。これは見事なパスカットです。アディショナルタイムが2分追加されました。ボールを失います。さあカウンターを仕掛けるか。まずは1点返したい。ゴールゴール。これで1点差です。残り時間はほとんど。試合終了。ホームチームが勝利を手にしました。1点が明暗を分ける試合となりましたね。内容的に今日の舞台はエスタディオベニートビジャマリン。天気は晴れ。最高のピッチコンディションとなりました。実況は西岡明彦、解説にはジュビロ磐田の黄金期を支えた福西崇史さんをお迎えしています。ブラックキャッツがライオンズと対戦します。シュートが決まるか。チャンスでしたが決定力が足りませんでしたね。そうですね、今のは入るだろうと思いました。あんなにいいチャンスはもうないかもしれないですよ。
リード、いいボールが上がった。メッシ、ここは焦らずしっかりパスを回します。このシュートはディフェンスに止められます。格上のチームを相手に貴重な得点のチャンスです。このコーナーキックにはサポーターも今日一番の声が出ているようです。ボールを近くの味方へ、ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。サコ、ポゼッションを取り返す。ゴメス、ジャジールか、これは相手にパスしてしまいましたね。さあクロスか、ボールを奪った、いいタックルでした。メッシ、さあどうする、パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか、これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたからしょうがないと思います。ブラックキャッツがアタッキングサードに攻め込んでいきます。ディフェンスがブロックしました。素晴らしいスキルですね。入れば1点リード。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ゴメス、岡田、狙える位置です。仕掛けてくるのか、中にクロスが入った。狙いは良かったもののキーパーにキャッチされています。リード、味方を使います。前に進んでいます。このクロスはカットされます。キーパーがうまく飛び出した。サコ、これは見事なパスカットです。ブラックキャッツ、敵陣へ攻め込んできました。ブロックしました。このボールはスローイン、クロスを出せるか。ディフェンスが冷静に処理します。この位置からプレッシャーを受けている。抜いた、周りを確認したい。ゴールを伺う、入った、ゴール、先制点が決まりました。福西さん、ここまでやや消極的だったチームだけに思いがけない展開になりましたね。はい、意図して守っていたわけではなさそうですしね。まあこれでゲームが動き始めるでしょう。スハールス、タックルで相手のチャンスを潰しました。ライオンズは相手にボールを持たれる時間が長くなっています。つまりリードしているので守備的になっているということでしょうね。清見でカウンターに出ればさらに追加点を挙げられるかもしれません。見事なロブパス、
ドリブルでボールを前へ、綺麗にかわして攻撃に出る。ゴールキックになりました。これはもったいない。これはナイスカット、うまく読んでいました。このままいけるか。これはキーパーのファインセーブ、決定機を阻止しました。目の前で打たれたシュートでしたが、素晴らしい反応ですね。スーパーセーブです。ショートを選ぶメッシ、このシュートはディフェンスに止められます。シュートチャンスです。またしてもシュートを止めました。危ないと判断しましたか。ここはシンプルに外へ出しました。さあ折り返せるか。メッシ、これはいけません。あっさりとパスカット。ジャジールか。中断していた分の1分がアディショナルタイムに加えられます。ここは味方を使います。さあ自ら持ち込んでいく。ポストに当たって決まった。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。さあライオンズがリードしたまま後半戦の開始です。サコ、岡田、ゴメス、中を確認したい。決まったかと思われたヘディングシュートは枠を捉えきれません。入ったかと思いました。ちょっと隅を狙いすぎたかもしれません。佐藤、このパスはカットされました。ロブパスの先に選手が走り込む。いい形になりそうです。おっと、まさかのミスです。できればここで点差を開いておきたかったところですね。リード、いいタイミングでカットしました。パスカット、ブラックキャッツ、敵陣へ攻め込んできました。予感があったようにも思えたんですが、ディフェンスが収め相手ボールに変わります。ゴールキーパーが楽にセーブしました。ここまでシュートチャンスをきちんと決めていれば、こんなに点差は開いていなかったでしょう。決定力の差がスコアに現れています。チャンスを狙っています。そういった矢先にボールを失いました。狙った、1点差に詰め寄る絶好のチャンスでしたが、シュートは入りません。惜しかったですね。反撃ののろしとするためにも決めておきたいシュートでした。
ブラックキャッツがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか。このパスは通りません。相手のチャンスを潰します。カウンターアタックのチャンスです。思い切って打てるか。再びシュートチャンスになるか。素晴らしいゴールです。相手の隙をうまくつきましたね。攻め込みすぎたのが原因ですね。カウンターの危険を常に注意しておくべきでした。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。何かしてきそうですが、攻撃の流れを切ります。このパスは合いません。キーパーに渡りそうです。パスは通さない。相手が触りボールは外へ。コーナーキックです。このボールはディフェンスがクリアします。抜いてきたぞ。カットします。スハールス、リード、これは惜しい。セットプレーからのシュートはわずかにバーの上。佐藤、岡田、意図のあるいいパスでしたね。ピッチ全体をうまく使おうとしています。これはスローインになります。実に鮮やかです。宮野選手を狙ってきた。これはクリアしきれないか。ゴールを脅かされた場面でしたが、なんとか守り抜きました。パスをカットします。レフェリーはアドバンテージを取りました。プレーを止めません。ここから狙うのか。タックルが決まってボールはラインの外へ。相手ボールのスローインです。パスを返す。さあ折り返せるか。ボックス内の相手をタックルで阻止しました。ボールはキーパーの元に。ゴールに向かっています。うまくいきそうだったんですが、ディフェンスに阻まれました。佐藤、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。チャンスにできるか。狙える位置です。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。ここで試合終了です。